すいません。いらっしゃ。シュゲンタ、ああ、知ってるんですか？ええ、ご成功、うちにも商品を卸し、ご成功しというのは、貿易会社ですよ。ちょっと前に潰れたって話ですけど。じゃあ、シュゲン、さあ、最近じゃ、そうですか。すいません。何かしら。シュゲンタツって人誰だいそれ。ちょっといいかな。申し訳ないっす。わかった。すいません。何か。シュゲンタツって人を。私よ。すいません。はい。シュゲンタツって人を知りませんか。ええ。昔。知ってるんですか。ご成功しっていう貿易がうちにも商品。そうなんですか。それで。それ最近はわからないんで。うん。どうしたん？そうですか。すいません。はい。シュゲンタツ。わかります。すいません。何か。シュゲンタツ。さあ。すいません。はいな。シュゲンタツって人を知りませんか。さあ。この街でもう少し調べておこう。すいません。いらっし。シュゲンタ。ご成功しって会社を起こして。他に何。そうだね。その武林書は。武術関係の本。わかりました。すいません。いらっしゃい。あの、シュゲンタツって人のことなんですが。最近。そうですか。あの、武林書って。シュゲンタツと様々な剣法の流派がまとめられ。その武林書は。いや、今は確か文武廟に保管されているはずじゃ。わかりました。
ありがとうございます。はずきさん、ん？文武公園の近くにすごく美味しいお店があるんですけど、知ってます？文武公園の近く？はい。ああ、食べたことはないけどな。それはもったいないですよ。私も最近まで入ったことなかったから知ら、本当にすっごく美味しい。そうなのか。私も通り、そうだ、今度試隠し味はなんとなく見当がついてる。そうか。はい。すいません。はい、いらブリン書って、ああ、武術に関する文武廟の。そうですか。ちょっといいかな。はい。あの、武林書って本を読みたいんだけど、書庫が閉まってるんだ。今日はもう明日にならないと。明日か。何かおいそ、いや、この町でもう少し調べておこう。すいません。どうぞ。修玄達って人のことを知りませんか？あら、懐かしいお名前ですわね。ずいぶん前になりますけど、本をお買い上げいただきましたわ。もう少し詳しく教えてください。武術に関する本をお書きになるので、資料を集めにいらしたんです。確か、大老武術さんには毎日のように通われてましたわね。お尋ねになってみてはいかがです？そうですか。すいません。どうぞ。武林書って。ちょっとわかります。書籍はそこの武術に関する大老武術さんという武術の専門店。お尋ね。そうですか。
すいません。え？修玄達って人、いきなり聞かれても、ちょっとしたことで何か地元のやつに聞いてく。そうですか。すいません。何かご。修玄達って人を知りませんか。私よく存じませんわ。ちょっとしたことでもいいんです。何か心当たりは。地元の方にお聞きになってください。そうですか、聞いてみます。すいません。ん？呼んだか？修玄達って人を知りませんか？さて。ちょっとしたことでもいいんです。何か心当たりは。地元の者に聞いた方が早かろう。そうですか。もう少しこの町で話を聞いてみるか。すいません。ん？武林書って知りませんか？さて。武術に関する書物らしいんですが。わしは知らんわ。そうですか。すいません。何かな？修玄達。修玄？何か知ってるんで。なぜ？修。それは。大体の事情は老師から聞いている。でも俺は。悪いが復讐のためなら協力は。老師の言った意味をよく考え。武林書って本を読みたいんですが、書庫が閉まっていて。書庫の鍵は老師が持っておられ。周英さんは今は外出されていて、明日。わかりました。
この町でもう少し調べておこう。すいません。はい。あの修験達ご成功士の他に知りませんか。さあ。そうですか。いらっしゃいませ。係の者がご案内いたし。はい、お一人様ご案内します。すいません。修験達すっごく気前のいい会社の社長さんで武術の本も書いて。武術の武林書。そうですか。すいません。武林書武術に関大老武術に行けば。そうですか。すいません。いらっしゃいませ。あの修験達って人を知りませんか。さあ。そうですか。1本5ドルか。どれにするか。これか。お、当たった。中にあるのはこれか。もう1本だな。これか。地図を売ってるな。伏線街の地図か。
後で使えるな。地図を売ってるな。高架台の地図か。持っておこう。5ドルか。ちょっと遊んでいくか。あ、もう少し遊ぶか。もっと続けてみるか。やっぱりやめよう。この町でもっと話を聞いてみよう。すいません。はい、ようこそ。シュゲンタツって人のことを知りませんか？噂には聞いたことあるけど、この町のお店とも取引してたそうだから。もう少し。私はタイロー武術さんで。タイロー武術さんなら何か分かっ。そうですか。すいません。何かご意。他を当たります。すいません。はいよ。シュゲンタツという人について何か知りませんか？シュゲンタツ？はい。ああ、ご成功しのアンティークかなんか、詳しくはその辺のコトヤに聞く。コト、ありがとうございました。
すいません。いらっしゃい。あの、修験達って人知りませんか？修験達？そりゃ知ってますが。どんな人か教えていただけますか？五星講師という会社を起こして、昔はかなり隆盛を誇った方ですよ。昔？ええ、ここしばらく行方がわからなくなってるんですよ。そうですか。武術の研究家としても有名な方でしたよ。本も何冊か書く。本？ええ、中でも武その本、武術関係の本のことなら。わかりました。どうじゃ、占ってみるか。当たるも八家か。こりゃ、わしの毛は百発百中じゃわい。すいません。占っていくか。一回$20じゃ。$20か。お金で己の運命を知ることができ、しかも迷いが晴れる。安いものよの。はあ。さ、どうじゃ。お願いします。それではそこに座って。あの、お主の欲するものはお主を見守る人が与えてくれる。誰か心当たりを？ええ、まあ頼んでみるがよかろう。はい、わかりました。ここまでじゃ。それだけですか？20ドルではそんなもんじゃ。そうですか、ありがとうございます。Thank you.
すいません。はい、いらっしゃい。この辺りで。さあ、聞いた。そうですか。他の町、確か江南街で店番。ええ、そうですか。道なりに。わかりました。ありがとうございます。すいません。質屋はど。ああ、質屋ならすぐそこです。あれですよ。わかりました。行ってみます。すいません。はい、らし、どんな品でも大。お客さん、うちは初めてだね。ええ。じゃあこれを持ってって。うちのパンフレット、買取価格が書いてあるから。で、何を売りたいの？品ってとこだね。はい。毎度どうも。他にもなんかし。いや。おや、まあよかった。すいません。おい、いらっしゃい。この辺りでギャンブル。この町では。そうですか。江南街に行くと道端でやってるみたいだ。江南。ああ、あっちの方。わかりました。この町でもっと話を聞いてみよう。すいません。はい、なん。アルバイトができ。お年玉の堂本さんがたまに江南街の赤いもんの。よろしければついてきて。お願いします。すいません。
どうぞ。修玄達って人のことを知りませんか？ああ、貿易会社の社長、よく大老武術に。そうですか。修玄達って人のこと。最近。そうですか。すいません。いらっしゃい。この辺でアルバイトができるところ知りませんか？たまにお年玉の胴元が江南街に。わかりました。すいません。いらっしゃい。この辺で質屋を知りませんか？質屋ならここを出最初の角を左。ありがとうございます。すいません。いらっしゃい。この辺でギャンブルができる。それなら江南街に行きなされ。店を。わかりました。はい、骨董品からガラクタまで。お客さん、うち初めてだよね。ええ。じゃあこれパンフレットだよ。買取価格はそれ見て。で、なんか売ってくのかい？なんだ、やめんのか。他に売りたいもんあんの？いや、やめておきます。兄さん、この周り兵みたいな店ばっかだぜ。特に招福東宝はな。招福東宝？暇さえありゃ占いやっててさ、占い師にでもなれっての。もう少しこの町で話を聞いてみるか。すいません。はい、どうぞ。修玄達って人のことを知りませんか？そういえば最近あの方のお話。お客様のことをあれこれ申し上げるのはなんですが、一言で申し上げれば大したお方。もう少し詳しく教えてください。手広く事業をなされる上に、確か武術に関する大老武術さんで扱ってる。そうですか。
もう少しこの町で話を聞いてみるか。すいません。ん？修玄達って人を知りませんか？誰それ？ちょっとしたことでもいいんです。何か心当たりは？地元のやつなら心当たりもあるんじゃねえかな。そうですか。聞いてみます。すいません。ん？修玄達って人を知りませんか？誰それ？ちょっとしたこと、何かそういうのは地元のやつに聞く。そうですか。この町でもう少し調べておこう。
おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。朝ですよ。ああ。おはようございます。おはよう。じゃあ今日もお願いします。その調子で次を頼みます。その調子で次を頼みます。その調子、その調子。その調子、その調子。どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。さあ、次をお願いしますよ。次をお願いしますよ。あと少しです。本来
しまいますよ。あと少しです。ちょっとですね。頑張りましょう。もうちょっとですね。頑張りましょう。次が最後ですね。どう？まあなんとか。ちゃんとやっているようね。この調子で明日も頼むわ。秀英さん、修験達のことを教えてください。考えておくわ。それまでは虫干しに専念しなさい。あの、ブリン書って、ブリン書で何か、そうだ、書庫って、ええ、わかった。武林書、これが主の鍵がかかってるな。秀英さんに聞いてみるか。ちょっといいか。はい。武林書って本のこと、ああ、あれを読みたいんだけど。あそこの鍵は秀英さん、ええ、頼んでみたらいかがです。わかった。秀英さん、俺に武林書を見せてください。武林書？修験達が書いた本だと聞きました。どうしても確かめたいことが。ダメよ。なぜですか？今のあなたには必要ないわ。
待ってください。お願いします、ブリンショー。やってみなさい。え？たとえ一枚の落ち葉さえ心を落ち着け、集中しない限り掴むことはできない。今のあなたは仇を取ろうと願うあまり、気持ちに焦りが生まれている。気を静めて物事の本質を見極めなさい。物事の本質、そうすれば落ち葉は簡単に掴めるはず。それからよ、不倫書のことは。くそ、葉っぱから目をそらしたらダメだな。あ、葉っぱをつかむタイミングさえ分かれば。一枚の葉っぱだけを追わないとな。ダメだ、一枚の葉っぱだけを追わないとな。くそ、葉っぱから目をそらしたらダメだな。掴むタイミングさえ分かれば。くそ、葉っぱから目をそらしたらダメだな。あ、葉っぱから目をそらしたらダメだな。くそ、葉っぱから目をそらしたらダメだな。よし、コツはつかめたようで。はい、約束です、ブリンショー。そんなことではとても気が静まったとは思えないわね。え？一度や二度葉をつかめたくらいでは心の焦りは消えない。続けて3回葉をつかめるようになりなさい。そんな。その後よ、ブリンショーのことは。いいわね。続けて3回やるしかないか。
ッパをつかむタイミングさえ分かれば。よし、あと2回か。やった、あと1回だ。やった、よし。雑念は消えたようね。でも明鏡止水の境地にはまだ遠いようね。明鏡止水、静かなる水面のように心を澄み渡らせること。心を乱すことなく、ただ己の心にのみ意識を集中する。それが明鏡止水の境地。心を乱すことなく己の心にのみ。約束だったわね。一冊しかない書物だから扱いには気をつけて。いいわね。修験達、この本に間違いない。敬意拳、五行拳を基本とするホッパーの代表的な拳法か。これは超孫明、古円拳の伝人。超孫明、超孫明を覚えているな。蘭亭の言っていた名前だ。この紙は一体。修験達、やはりこの人が親父の死の謎を知っている。これを手がかりに修験達を探すしかない。老師の言う通りやっているようだな。良い心がけだ。はい。これを。これは技書だ。修行の励みにしなさい。ありがとうございます。ちょっといいか。あ、どうかなさいました。ああ、この紙って何かわかるかな。なんですこれ。それがわからないから聞いてるんだ。そっか、そうですよね。じゃあもう一度。ごめんなさい、やっぱりわからないです。そうか。すいません、お役に立てなくて。いや、いいんだ。誰か他を当たってみる。
あの、ん？あ、いいえ、それなら大老街で聞いた方がいいかもしれませんよ。大老街？はい、かなり古いものみたいですから。その紙、大老街には古いものを置いてあるお店が多いんです。例えば骨董屋さんとか。骨董屋か、わかった、行ってみる。はい、お気をつけて。ちょっといいか。あ、どうしました？これなんだけど。あー、やっぱり。そうか、悪かったな。いいえ。すいません。いらっしゃい。この辺で骨董屋を知りませんか？店を出て左に行けば、左手に階段があるはずじゃ。そこを降りた先に文武堂という店がある。左に行って階段を降りた先ですね。ありがとうございます。すいません。あんたもしかして日本人だろう？ええ、そうです。やっぱり。で、あんた。え？そうか、そう。よし、おめえに飛びき飛びき。いらないガチャガチャは質屋で売ることができるぜ。質屋でです？うん、店によって。ありがとうございます。ちょっといいかな？なんすか？あの、文武堂に。ああ、案内する。わかった。すいません。どうぞ。この紙が。書画でしたら修古堂さんが。わかりました。
いらっしゃい。これは茶碗人ですね。茶碗人？ええ、武術家同士のやり取りに使う。詳しくおし、いや、私も昔ケイカさんに聞いた。ケイカさん、江南街の御太郎に住んで。ええ、茶碗人のことを知りたいなら。わかりました。すいません、聞きたいことが。兄ちゃん。すいません。テイク2やってくれよ、兄ちゃん。やらせてくれ。台を選んでくれ。よし、これだ。ああ、残念。惜しい。よっしゃ。もう一回どうだ？いや、やめとくよ。気向いたらまた来てくれ。太郎はここだったな。ケイカさんはいるかな。すいません。ケイカさん。あ
んたかい。すいません、ケイカさん。聞きたいことがあるんです。これ、なんだかわかりますか？これをどこで？文武廟の書庫で見つけたんです。文武廟の？ええ。立ち話もなんだね、入りな。かげな。このメモ、何かわかるんですか？茶碗人さ。茶碗人？文法家が同門とだけ情報を交換できるように作った暗号、それが茶碗人。これは、この文字は親父の手紙にも書かれていました。天は時間を、地は場所を表してるのさ。時間と場所。龍と龍は、龍は人、龍は行動の意味だよ。なぜこの言葉がここに？茶碗の位置とそれぞれの文字が対応しているのさ。左端の茶碗から天、龍、地、龍ってね。じゃあこれは、多分修験達の仲間だって示す合図だろうね。修験達の仲間。まずこの形をしっかり覚えな。はい。食堂とか酒場とか人の集まる場所で修験達の仲間が見ていれば合図してくるだろうよ。私がやったようにやってごらん。まず左端の茶碗から動かしてごらん。そう、そいつを上に持ってくるんだ。そう、次は右から二つ目の茶碗だ。そう、そいつを下に持っていくんだ。こうして待つんだよ。そう、その置き方を忘れるんじゃないよ。危険な合図もあるからね。うかつに他の置き方をするんじゃないよ。わかりました。気をつけます。ありがとうございました。だいぶ遅くなったな。大元楼に帰るか。
ちょっと聞きたいことがあるんだ。え？シメイって人知ってるか？シメイ知ってるのか？絶対内緒にしてくれますか？ああ、シュウエイさんは幼い頃孤児院で育てられたんです。孤児院？ええ、お兄さんと一緒に。ひょっとして使命というのは兄さんか？はい、でも使命さんはある日突然出て行っちゃって、それっきり。そんなことが。私が知ってるのはそれだけです。そうか、くんはどうしてそのこと？私も同じ孤児院で育ったから。そうだったのか。おはようございます。その調子で次を頼み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 ます。さあ、どんどん行きましょう。さあ、次をお願いしますよ。どんどん行きましょう。さあ、どんどん行きましょう。
ちょっとですね。頑張りましょう。お疲れ様です。ん？お茶でもいかがです？ああ、ありがとう。ああ、うまいよ。よかった。もう一杯いかがです？いや、もういいよ、ありがとう。じゃあ、もう一杯だけ。はい。へえ。え、あの、何か？いや、似てるなと思って。え、似てるって誰にです？ん？猫。猫？昔近所に住んでた。ひどい！私猫じゃありませんよ。いや、その目元がちょっと似てると。同じです。もう知りません。おい、ちょっとですね。頑張りましょう。少しです。もう一頑張りですよ。次でおしまいですね。終わったようだな。はい。ここには廟の創建より集められた数多くの書物が収められている。この本を湿気から守るためにこうして時折虫干しをするのだ。君は老師から己を見つめ直す機会をいただいた。わかるか？老師は君が復讐に焦り身を滅ぼすことを案じておらん。
しばらくはここで虫越しに専念し、平常心を養うよ。でも、俺は…復讐の炎が静まり、老師は修験達のことを話してくださる。平常心。老師の言う通り、やっているようだな。良い心がけだ。はい。これを。これは？技書だ。修行の励みにしなさい。ありがとうございます。すいません。いらっしゃい。食事ができるお店。食事が、ええ、この近所な文部祭。はい、わかりました。すいません。文部祭。ここですよ。どうも。すいません。また来ます。あそこで茶碗人ができそうだな。よし、やってみるか。
これは。さっき出てった客が、あんたにって。往来旅者。なんだい。この辺で。お、じゃあに。お願いします。じゃあ。じゃあ金だ。いいか、この金は預けるんだからな。絶対くすねるんじゃねえぞ。わかりました。じゃあ元金減らすなよ。しっかり稼げよ。はい。やっていきませんか。1回50ドルで、ルールは。いや、言わなくていいぜ、若いの。じゃあ、勝負しますか。わかった、遊んでいこう。勝負は1球交代です。お先にどうぞ。こっちの番ですね。よし、どうぞ。次はそっちです。読みが外れたか。俺の番ですね。外したか。どうぞ、次はそっちです。読み通りだな。こっちの番ですね。よし、勝負つきませんでしたね。ここからはサドンデスになります。読み通りだな。こっちの番ですね。よし、どうぞ、次はそっちです。しくじったか。俺の番ですね。入ったな。勝負ありましたね。やれやれ、こうも読みが外れるとは。
お年玉で遊んでみませんか。お年玉どうですか。一勝負どうですか。一回50ドルで、ルールはそれぐらい分かってるって。じゃあ勝負しますか。よし、やっていくぜ兄ちゃん。勝負は一球交代です。お先にどうぞ。よし、俺の番ですね。外したか。そっちの番です。よっしゃ、俺の番ですね。入ったな。そっちの番です。おいおい、そんなのありか。こっちの番ですね。ダメか。勝負ありましたね。最初から勝負は見えてたぜ。俺はこの道の玄人だしな。やっていきませんか。一回50ドルで、ルールはやめとくよ。バイトだろ兄さん。そうですか。じゃあ次の機会にでも。一勝負どうですか。一回50ドルで、ルールはそれぐらい分かってるって。じゃあ勝負しますか。よし、やっていくぜ兄ちゃん。勝負は一球交代です。お先にどうぞ。そこじゃないってばよ。こっちの番ですね。外したか。どうぞ、次はそっちです。そこじゃないってばよ。俺の番ですね。入ったな。そっちの番です。
そこじゃないってばよ。勝負ありましたね。今日は月がなかったんだ。覚えてやがれ。お年玉です。やっていきませんか。一勝負どうですか。一回50ドルで、ルールは。やりたいが金がなくては勝負もできん。そうですか。じゃあすいませんが、また今度。お年玉で遊んでみませんか。お年玉どうですか。お、ちゃんとやってるな。よしよし、やるな。儲かってんじゃねえか。バイト代は儲けの半分だったな。ほらよ、お疲れさん。あと少しだけやってくれねえかな。頼むよ。お願いします。じゃあ頼むわ。じゃあ元金減らすなよ。しっかり稼げよ。はい。お年玉で遊んでみませんか。やっていきませんか。一回50ドルで、ルールは。それぐらい知っておるわ。じゃあ勝負しますか。若いの、勝負と行こうか。勝負は一球交代です。お先にどうぞ。俺の番ですね。外したか。そっちの番です。やれやれ、なんてことじゃ。こっちの番ですね。ダメか。どうぞ、次はそっちです。よしよし、俺の負けですね。儲けさせてもらったの。お年玉です。やっていきませんか。お年玉どうですか。バイトの兄ちゃんか、遊べる。ええ、一回50ドルで、ルールは。ちょっと人を探してるんだけど。すいません、この辺のものじゃないので。
そうですか、わかりました。失礼しました。お年玉で遊んでみませんか。よ、遊ばしてくれっか。ええ、一回50ドルで、ルールは。ああ、いい、分かってるよ。じゃあ、勝負しますか。よし、ほんじゃ勝負すっか。勝負は一球交代です。お先にどうぞ。あいたたた、ダメか。俺の番ですね。入ったな。どうぞ、次はそっちです。いいね。俺の番ですね。外したか。そっちの番です。よっしゃ、こっちの番ですね。よし、勝負つきませんでしたね。ここからはサドンデスになります。いいね。俺の番ですね。ダメか、勝負ありましたね。悪いね、勝たしてもらっちゃって。また頼むわ。一勝負どうですか。一回50ドルで、ルールは。それぐらい分かってるって。じゃあ勝負しますか。よし、やっていくぜ兄ちゃん。勝負は一球交代です。お先にどうぞ。よっしゃ、こっちの番ですね。外したか。そっちの番です。よっしゃ、俺の番ですね。
ダメか。俺の負けですね。ごちそうさん。いただいてくぜ。兄ちゃん、バイト頑張んな。お年玉です。やっていきませんか？バイトか。やれるかい？ええ。一回50ドルで、ルールは？ルールは知ってるよ。大丈夫だ。じゃあ、勝負しますか？面白い。やってやるよ。勝負は一球交代です。お先にどうぞ。やった！こっちの番ですね。外したか。そっちの番です。ビンゴ！こっちの番ですね。よし、どうぞ。次はそっちです。やっちまったぜ。俺の番ですね。外したか。俺の負けですね。余計なこったけど、もうちょっと愛想よくした方がいいぜ。どうだい、調子は。結構難しいもんだろう。なんだこりゃ、全然ダメじゃねえか。すみません。どうする、もうちょっと続けるかい？いや、もういいです。兄ちゃん、バイト代はなしだ。そうですか。まあ、これに懲りずにまた手伝ってくれや。
待ってみるか。もしもし。見たぜ、茶碗人。誰だ。修験達を探してるんだろ。今から大老街の文武公園に来な。文武公園。そうだ、今すぐ来い。文武公園か。すいません。何かご…文武公園に大老街は…よろしければついてきてくれ。お願いします。あんたが連絡を。ああ、待ってたぜ。おい、せっかく来たんだ。お前らも遊んでやれ。こんなガキが相手かよ。来い。
なぜ俺を襲った？俺たちも修験達を探してるんだ。何？修験達はいつも東証圏で連絡を取り合っていた。だが最近全く姿を見せねえ。それで網を張っていたらお前が茶碗人を。東証圏？伏線外だ。東証圏。いらっしゃい。コイン預かってるよ。ありがとう。まあ楽しんでってくれよ。すいません。どう、楽しめたかい？じゃあコインを預かるよ。ありがとうございました。よういらっしゃい。コイン預かってるよ。ありがとう。まあ楽しんでってくれよ。この台は1ベッドか。やってみるか。
辺でやめとくか。すいません。あれ？カウンターにコインを預けるか。すいません。どう？楽しめたかい？じゃあコインを預かるよ。ありがとうございました。すいません。ん？すいません。東証券福泉街へ。ここを出てすぐ右にある通りを回す。すぐ右の通りをまっすぐですね。おう。ありがとうございました。行ってみます。もっと中覗いていかないか。ニューマシン入荷してるぜ。すいません。また来ます。おいし、了解だ。5ドルか。遊んでみるか。Get ready.Get ready.
終わったか。やめとこう。5ドルか。やっぱりやめよう。1回5ドルか。ちょっと遊んでいくか。もっと続けてみるか。もう少し遊ぶか。あ、もう少し遊ぶか。少し遊ぶか。やめとくか。すいません。何か？東証券ってどこですか？一緒に行きますか？ついてきてくお願いします。ほら、着いたよ。ありがとうございました。では失礼。東証券、ここだな。もうこんな時間か。閉まってるな。すいません。何？他を渡